カセロールは小さな炎で穏やかに加熱し絶えず円を描くようにゆっくりと動かします。沸騰したら一旦炎から遠ざけ以後は時々炎に近づけて穏やかに沸騰を続けます。 加熱直後のカセロールを机の上に直接置くと机が焦げたり、また濡れたところへ置くとカセロールが割れることがあります。耐熱性の板の上に置くか、少し冷ましてから机の上に置くようにしましょう。三脚とセラミックス付き金網を用いて加熱するときは、まず、 ガスバーナーを点火して炎の調節をしてから三脚の下にガスバーナーを設置し容器を乗せます。